どうなんすかね。それ聞いちゃうとね、また明日、明後日、やった方がいいのかなみたいな感じになっちゃいますけどね。どうなん、まあ、明日とか時間取れるかわかんないけど、31はね、でもね、絶対やろうと思ってるんですよ。まあ、雑談配信ですね。ラジオ配信的な雑談、ラジオ雑談配信みたいな感じ。で、やろうとは思ってますけど、毎年恒例ですからね、31日は。テリーを入れて、ハッサン、ミレイユ、まあ、これかな。よし。大の大冒険もね、明日できればやりたいなとは思ってるんですけど、ちょっと時間取れるかな？ちょっとわかんないですね。真実の、これか？おお、ぼやーってなりましたけど。はい、飛んできたね。あ、一列に並んどるよ、馬車。うわー、なんか山がそびえ立ってるけど、これでしょ？多分、ラスダンは。もうあと行くとこないもんね。これなんだろう。あ、モンスターいる。下やボロボロに朽ち果てている。かなりの時が過ぎている。うわー、なんか嫌だよね。よいしょ、虫とか湧いてそう。うわー、嫌だな。あ、いたー。しかし死んではいないようだ。息はしているが、ただ眠っているにしては様子がおかしいぜ。あら、この人、牢獄の魔人とクリムトさんにそっくり。キャー。おう。まさかの主人公と合体ではないな。違うな。奇妙な感覚に包まれた。はい。ニュータイプか、これ。アムロレイみたいな。ではない。おっと？さあ、我らに忠誠を誓え。はい。わあ、こいつらと戦うのかな、これ。どう、なんでしょうね。あ、ちょ、マジで配信される。いやいや、まあ、検討中とだけお答えしましょう。31は、はい、絶対やりますので。その力、我が大魔王様に捧げると違うの、誓うのだ、大賢者マサールよ。断る、いたしません。く、しぶといやつめ。夫婦だが、その強がりもここまでだ。ここはお前の心の世界。ほう。むき出しにされた心は傷つきやすく弱い。それが人間という生き物だ。わかります。心を直に責めれば、いかに大賢者といえども耐えられぬはず。まずはこれを見よう。何何何、これは牢獄の街だよね。あー、ちょっと。あ、これ、嘘情報流されたよね。あの男が誰だかわかるかな？クリムト。そうだ、お前の弟のクリムトだ。お前が我々に力を貸さぬというのなら、この男を処刑する。どうだ、大賢者マサールよ、力を貸す気になったか？はい、よかろう、やれ。わかってんだよね。大賢者様も、分かってんだよ、これ。今ならまだ間に合うぞ。どうする、大賢者。無言を貫くね。うわー、これ。やだね。動じぬか。まあいいだろう。この世界の時間は無限。何度でも見せてやろう、お前。うわー、無限地獄に陥ってる。法を幻魔剣みたいな感じで、精神をやられちゃってる、これね。何だったんだ、今のは。何を見ていたんだろう。はい。なるほどね。ええー。だから、マサールも分かってんだよね。これは、幻影だって、偽物だっていうのは分かってんだよ。分かってて、まあ、なんていうのかな。分かってるからこそ無言を貫いてるっていうか、そういう感じなんだよね。だけども、やっぱり精神的なダメージは、受ける。でもこれどうしたらいいんだ、これ。ちょっと待って、もう一回話しかけてみるか。いや、でもこれ起きないよね、絶対。これ無限地獄さまよってるからさ、これ。ハッサンとか一発バシンってビンタすれば起きるかな。 どうですかね。あ、やべえ、これ同じ繰り返し、これ。うわ、めんどくせえ。ごめんなさい。はい、これ、永遠繰り返しだわ、これ。いや、ちょっとこれ、
カットしてえな。スキップしてえな、これ。これあれじゃねえの。弟さん連れてくりゃいいだけの話なんじゃないのかな、これ。どうなんでしょうね。しかもあれでしょ、アクバーが二人を合わせちゃいかんというのは多分この双子、双子というか兄弟、この二人のことだと思うから、そういうことだよな多分。まあいいや、行くか。連れてこよう。連れてきたら目覚めるんじゃね。よし、行きます。それがあの耳元で、あのバズーカ発射、早朝バズーカ、たけし軍団の方にお願いすれば、あの起こしてくれるかね。牢獄の町、こんなことだったら連れてくればよかったよね。よいしょ。あ、この BGM がない感じ、これもちょっと、あ、こっちじゃないわ。これもなかなかのあれですよ、配信者泣かせの状況ですよ、これ。完全にあの喋りだけでどうにかせえっていう状況。えい。ここだよね。なんかめんどくせえな、あっち行ったりこっち行ったり。まあラディア戦記よりはマシか。ラディア戦記。よし。さあ来たけど、どうかしたのか。はい、この質問おかしいよね。どうかしたのかに対してはいとか言えって、これおかしいけど。事情説明した。そうか、兄上が。なあ、一応よ、私をそこへ連れて行ってくれまいか。案ずることはない。先ほどまで回復の魔法を自分にかけておったのだ。そなたらの足手まといにはならぬつもりだ。いや、やっぱりいろいろできんだね、この人も。オッケー、行きましょう。くわわたたってちっちゃいつついてるけど、よし行こう。なんだったらさ、もう戦ってくれないかな？無理か？はい、足つぼゾーンを越えて。じゃあもう一回いきますよ。これまた、あの2体と絶対バトルなるよね、これ。多分。もうそういう未来しか見えないんだけど。職業大丈夫かな、これで。不安だな。いや、でも絶対強さで言ったらアクバーの方が強いはずだから。よし。わあ、かわいそうに。石にされちゃったね、こいつらも。はい。あ、そっか、ルーラーでいけねえんだな。こっちだ。いいよっと。もう一回じゃあ、真実のオーブを使って。よっしゃ、来た。よし。さあ、これで目覚ましてくれるかな？あ、ちょっと待って。一応あの2体と戦うっていうのを想定して回復しとかないと。はい。そう、チャモロこういう時だけはね、ちょっとしっかり回復してほしいですね、遊び人だから。よし、行きます。よっと。おい、連れてきたぞ。来た。兄上、むー、これは大魔王め、兄上の心をどこかに封じ込めたな。すごいね。そんなことまでわかんだね。兄の心はここには、ここにない。しかし、兄の心を感じることはできるようだ。そなたらは兄の心のごく浅い部分に偶然触れたのだろう。私なら兄の心のもっと深い部分は、すげえな、この人、やっぱり。私の祈りが通じれば。
アニウェイ私です。クリムトです。私を呼んでください。意外とシンプル。意外とシンプルだね。お、反応した。反応したよ。はいはいはい。兄上ですね。今助けに参ります。行くぞ一応。結局やっぱ行くのか。待てい。でっけえ足。さあ我らに忠誠を誓え。断る。いたしません。まだその気にならんか。なかなか強情なやつだな。しかしその近く、これは前と同じだな。これでちょっと待ったーみたいな感じでこう、来んのかな。ガシャーンって。ここまでは前と同じ。はい。延々この夢を見せつけられてるんだよね、これね。やれ。まあ、待ってくれ。ああ、折れた。折れました。お前たち、魔族に忠誠を誓う。だから、騙されてはいけません、兄上。私はここにいます。むむ。めめ。来た。来たね。来たー。助けに来たぜ。兄上。クリムと思ったより元気そうで安心したわい。はい。兄上も、ふむ、ふむふむ。ゲゲ、ゲゲって、こいつはもしかして大賢者の弟か？どうやってこの心の世界へ入り込んだのだ。はい。クリムとその者たちは。はい、彼らこそこの世に光をもたらす。いやー、あんまりハードル上げないでくれ。うむ。はい、さあ、こっちへ。むむむ、縛ったこの二人を合わせるなど大魔王様に言われていたのに。ああ、これも処刑ですね。どうする、髄核。髄核さん、うむそうだな、昇格。面倒だからやってしまうか。いや、それはまずい。そんなことをしたら、この二人の力が手に入らなくなるぞ。そうだな、うーむ。一応と申したな、よくクリムと我が弟と会わせてくれた。だが、礼は後にしよう。まずはここから出ることじゃ。わしはクリムと祈りを始める。一応たちは時間を稼いでくれ。さあ、兄を連れて、ここから脱出しなくては。私と兄が、力を合わせればなんとかなるだろう。はい、その間に倒しとけよとな。我が心を解き放て。我が祈りを力となれ。はい。よし、行けるぞ。さあ、脱出するのじゃ、一応。あ、脱出するの？ちょっと待てい！待てい！逃がすわけにいかん。はい。やっぱ戦うんだね。オッケー。お前たち全員この世界に閉じ込めてやる。行くぞ、昇格。王髄核。翼くん、岬くんみたいな感じだよね。よっしゃ、行きましょう。まあ、いかにも納金って感じだから、スクルド使ってりゃ、なんとかなりそうな気も、するけどな。いや、ヨナズン行ったか。ミレイユさん、ヨナズン行ったか。石を投げる。ちょっと待て、ちょっと待て。ちょっと待て。やっぱりこれ、あれだわ。スクルト、ちょっとスクルト入れさせて、これ。これ、ちょっと待って。あ、違う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 。ラミアスを発散。ちょっと待って、防御、スクルト入れさせてくれ。オッケー。わー、効く。力を貯めている。発数。何？こっちよりも先に、動いたけど。うわぁ、やべぇ、つえ、めちゃくちゃつえ。スクルト使ってもこれかよ。これ、重ね掛けしなきゃまずいかな。どうですかね。大丈夫かな。またね。攻撃もね、ばらついてるか？違う、昇格によってるな。よし。よし、じゃあ、ここからハッスルダンス。いやー、ちょっとこれやっぱ職業変わると全然だな。えい。大丈夫大丈夫大丈夫。はい。あっと、ミレイユ先に動っちゃうね。こっちの方が早いはずなんだけどな。まあ、ハッスルダンス見ないけど。かまいたち。
やつえ、どんだけ HP 高えのよ、これ。結構与えてるぜ、こっちも。えい。主人公がね、もう完全に発する要因だからね。力を貯めている。いや、次なんか重いの来るよ、これ。重いのが来るよ。スカラ、はい、アザース。あぶねえ。ちょっとまだ、攻撃がね、なんかの、ばらけてるな。ベホイミ。どうしていいかわからない。はい。いやー、ちょっとこれ、きついな。いや、一体倒せば絶対楽なんだよ、これ。一体落とせば。よし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 。オッケーオッケー。よし。行くぜ。ジゴスパーク。ジゴスパークじゃない。ギガスラッシュ。はい。はい。瞑想を始めた。瞑想を始めた。じゃあ、ちょっとラミアスで自分。オッケー。これでギガスラ行けばどうだろう。お、ナイス。ナイスナイスナイス。いいよ。ギガスラ連打でいきます。はい。あんまり変わらんか。あっと、これはやばい。岩石投げ、ちょっとこれきついよね。なかなかの火力が。はい。やべ、大丈夫。よし。テリーが思ったより火力出ないっすね。やっぱりね、戦士だったっけ？戦士しかマスターしてないから、やれることがかなり限られてるな、これ。ギガスラ。141。なんかピッチャーみたいだな。141キロみたいな。うい、どうだ？150キロ。瞑想も家だしね。いや、言っても結構追い込んでんじゃねえのか、これ。そうでもないかな。あ、これ最後だ。最後のギガスラ。えい。あとはもう皆さん頑張ってくださいっていう感じだね、これね。ちょっと待って、ハッスルダンス。オッケー。あー、もう一発ハッスル。オッケー。よっしゃ、オッケー。いやー、でもきつかったね、これね。やっぱ基本色だと弱い。チーム、オッケー。グハ。オッケー。はい。1台20に連して覚醒すら出なくて味ムカついた。あ、それもう携帯降りたくなる案件だよね。それね。よーし、オッケー。倒したぞ。いや、シンクロね。出たよね。欲しいっすよね、シンクロ奥義。今回のテーマです。初シンクロ。今鎖を。いや、それには及ばぬ。は、うわ、すげえ。はで鎖破けるんだね。奴らは死んだ。もうこの鎖で足を縛ることはできんわい。あ、そういうこと？あの者たちにも礼を言わなくてはな。はい、兄上。オッケー。兄と引き離され、牢獄の町の地下牢に放り込まれた時には、もう二度と兄には会えないのだろうと覚悟していたが、ありがとう、一応よ。そなたたちのおかげで再び兄と会うことができたのだ。だからここに悪魔を当てたんだね、多分ね。普通の中ボスぐらいのモンスターだったら、こいつ倒しちゃうから、あれだよね。もう部長クラスの悪魔が、担当したんだよね、多分ね、これ。お主たちの力をとくと見せてもらったぞ。なるほど、弟が見込んだだけのことはあるわい。お主たちのおかげで、我ら兄弟を再びこうして会うことができた。はい。
我々兄弟には生まれつき不思議な力が備わっておる。空間を超えるそんな力。え？ある地点と別のある地点に空間を結ぶ扉を開く。何言ってるかはよくわかんない。早い話が旅の扉と呼ばれるもの。おお、すごいじゃん。大魔王はこの力を欲し、そして恐れた。なぜ恐れたか、今からわしらの力を見せてやろう。ちょうどここは大魔王の城の真下にある。真下に当たる。うまくいくかもしれぬな。フルパワーでいくぞ、クリムトよ。気を解放しろっていう感じ、これ。なになになに。開け光の道を、開け闇の扉よ。おう、炎山、名山。レイス・パラン・ジェム・ネイバン。はい。はぁ、あ。すげえすげえすげえ。なになになに。何しようっていうの、ここに。おぉ、穴開けんのかな。穴開けるわけではない。あ、削ってる削ってる。フライス版。あー、これが、魔王のお城か。おー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 おおお。あ、落としてくれんのか、これ。これ、大魔王もびっくりじゃない、これ。オッケーオッケー。落ちてきたね。で、着地するってか？またうまい具合着地してんな。バラバラになるとかそういう感じではないんだよね、これね。わしの城が、みたいな。よし。オッケー。お、穴開いてる。あ、これで、行き来できんのかな？このようにわしらの力は恐ろしい破壊を引き起こすことができるのじゃ。はい。しかし大魔王の城には大してダメージを与えられなかったようだ。わしらの力はここまでということじゃな。なるほどね。頭の世界には大穴を開けてやった。この穴に飛び込めばすぐにでも元の世界に戻ることができる。じゃあみんな戻れるじゃん。どこからでもここに戻ってこれるよう、この穴は我らが守っていよう。でも普通の人は多分ここまでたどり着くのも大変なんでしょうな。ああ、行くがよい、一応よ。魔王城は今や地に落ちた。ここを出れば目前のはずじゃ。マジか。じゃあもうラスダンだね、これ。深い絆で結ばれているのじゃ。血の絆、友情の絆、愛情の絆、信頼の絆。それこそが我らの持つ全ての力の源なのじゃ。なるほど。ああ、これ飛び込めばじゃあ元の世界戻れるとな。オッケー、わかった。ありがとう。あざーす。よっしゃ、じゃあもう残すはじゃあ、ラスボスのみか、多分。ここだよね、多分。おー、てってれれーですよ。ちょ待って。これ、ルーラーでこれだりするかね。あ、来れる。嘆きの牢獄。これか。これだよね、多分ね。オッケー。わかった。ちょっと、じゃあさ。ね。どうしようかな。いやー、職業、戻す。あー、どうすかな。ちょっと待って。一旦行ってみようか。一回行ってみて、宝箱とかの回収、あとルートの確保をしてから、もう一回ダーマ戻って、職業戻して、それで挑みに行こうか。そうしようか。その間に少しでもまた熟練度上がるかもしれないしね。そうしよう。オッケー。え？麻痺？マジかよ。マジかよ。めんどくせえな。めんどくせえな、これ。ちょっと待て。いやー、スラリン。いやー、どうしよう。スラリンいける？ちょっと麻痺はちょっと嫌だな、これ。とりあえず一体落とせ。まあやっぱラスダンだけに強いよね、敵。いや、普通に強えな。OK。ま
経験値も結構もらえてるよね。よし、じゃあまず宝箱回収。おっと、受け付く息で危ない。なあ、状態異常うぜえなこれ。はい、いやちょっとこれは道中もまだきついかなこれ。うわうわうわ、もうとことんだね、とことんとことん、もううわー、ちょっと待てちょっと待て、これキアリク、キアリクだっけ。いやでも MP ないしな、 MP ないし、ちょっと厳しいぜ、ちょっと厳しいぜ。うい、 OK、 うい、いやこれもやっぱラスダンだね、さすが ラスダンだよねこれね、強い。経験値もいっぱいもらってるし、これレベルは結構上がるんじゃない、簡単に。どうかな、そうでもないかな。おっと、ホロゴースト、あー強いのかな。死の踊り、うわーなんかすげえめんどくせえこれ、マジか。これ上級職で来ないとまずいな。くそー、なかなか育成ジョブじゃね、きついよね。 OKOK、 ゾンビ斬り、あ間違えた間違えた、防御は散った。さんもね、ラミアス振ろうかなと思ったんだけど、そっちが攻撃した方がいいか。でも死の踊りがいい、すげえ怖い。今んとこ被弾してないけど被弾してないけどすげえ怖い。 OK、 あっとちょっとパソコンの処理がなんかおかしくなったぞ今。よし、チャモロ有名人、はい、チャモロさんも有名人になりましたか。 1,2,3,4,5 段階、まだまだだな、まだまだ。遊び行ってもとりあえず遊び人さえ終わればバトルに参加できるから。どこ、宝箱の取り逃しはなるべくしたくない。発散、ウルトラキメイラ、うわー最悪これ、超二軍が、ちょっと待ってこれ最悪だ、やべやべやべ、危ないこれ。一軍と二軍のあの層の薄さがもろに出ましたね。いやこれちょっとなかなか厳しいっすよ。なんか一戦一戦が結構綱渡り状態って感じこれ。いやまずいってこれ。ハッサン一人でなんとかできる？いけるか？はいはいはい、ミレユ変えてバーバラ入れてみるか。バーバラ今僧侶だからどうかな。 OK、 ハッサン一人で勝ったねちょっとバーバラ入れてみるか。すげえ打たれ弱いけど、これ何これ、あードラクエ特有の、はい、わーめんどくせーこれ。どれから行けばいいんだろう。左はどっちも同じだな。
右は穴に落ちるね。穴に落ちるな。ちょっと待って。ああ、あるんだ。あるのかい。どこよ。バトルレックス。ちょっと待て、ちょっと待て。ハッサン。オッケー。とりあえずハッサンの攻撃力さえ上げときゃなんとかなりそうな気もしないでもない。うわ、バーバラ弱えな。おい、落ちるな。もう。くそー、強え。やっぱバーバラダメだな。強えわ敵。あれ、これって満タンで生き返してくんねえの？生き返してくれないのか。あ、違う、 MP がないんだ。ありゃー、これやってしまった。小さなメダルやってしまったな、こりゃ。あー、やべえ、リレミトすらできない。あ、ここできるわ。ちょっと待って、ちょっと待って。